中島治横浜にぎわい座を描く2020年8月10日いつものようにその場でスケッチしたものです。似てる似ていない、聞き間違い書き間違いはすべて中島の下手くそつたなさに起因することです。ごめんなさい、あしからず。林家たい平独演会ボリューム100天下太平。電車に乗って移動するとマスクをしている人がちょっと多くなりましたね。にぎわい座に入ります。チケットをテーブルの上に置いて見てもらう、確認してもらうと自分でチケットをちぎって判券を入れる。いつもだとチラシの束に入ってくる天下太平新聞、会場の入り口にご自由にお取りくださいとありました。開演前、人が集まってきます。一つ一つ席を開けて、今までとは違う光景ですが、少しずつ人が増えてきます。林家作平、タラチネ。9月の上席より正式に前座が決まりまして、ということで、講座に、これからたくさん上がっていくんでしょうね。サクサクのチンチロリンのボーリボリ、ガンガラガンのボーリボリ。自らことの生命は、父は元京都の産にして、生は安藤なわけぞ。おなじみのタラチネですね。火事なんか起こったら、自らことの焼け死んじゃうよ。2時17分まで。座布団を返しに、太平、マスクをして、アルコールなんかを持って、そして、林家あずみ。三味線漫談ですね。一曲目は、今日は 両国へ、両国の花火。二曲目は、ストトン節。そして最後の一曲目は、こっちへ来いよ。幽霊が出てくる曲ですね。三味線の音、いいですね。今日からのどちんこという言葉を使わないで、のど風鈴と言いましょう。太平さん、ドラを持って出てきまして、今気づいただけでのどちんこ32回も言ってるぞ。笑いをとっていきます。お付き合いありがとうございます。14時32分まで。そして、林家たい平登場。3月の10日ぐらい、大分に行って、その当日に感染者が出て、それが最後でしたね。1、2ヶ月で終わると思ってたんですが、半年、夏になっても続いている。武蔵野美術大学で授業をやっているんですけれども、リモートで、っていうのは馴染まないってお断りしたんですけれどもね。やってみると、今日お母さんも一緒にリモート見てますよ。リモートになった、親としてはいつもは見ることができない大学授業に参加できる。うちに帰ってくると、猫が僕を家族だと認識してくれた。神さんには、落語ばっかりやってるから潰しが効かない。なんか仕事をしておいで。いろんな話をしていきます。って言いながら、14時53分、羽織を脱いで、お話に入ります。玉や鍵や玉やの色に色気がございましてね。玉や玉やの声ばかり、なぜに鍵やの声が聞かれぬ。時々いろんな話が混じってきます。
入門したての頃、名前が、林家チャイニーズ台北って流れの中で決まっちゃいまして、おかみさんがチャイニーズなんてついたらかわいそうだからって、それを取って台北。まあその後に大変になったっていう話でしたけどね。トントン進んでいきましてね、抜けば玉散る氷の上は稽古してませんから、抜けば粉散る抜け火箸。侍のお坊にこんなことがあっていいのか、鬼平、ハンカチを、まあ、いろんなことを言っておりまして、たくさんの人で上がったたがやを見て、上がった上がったたがや、15時18分まで。ただいまより10分間の休憩に入ります。お中入りということですね。まあ、10分経ちまして、15時28分、再び幕が上がりまして、長雨の後、暑くなったっていう話から入っていきまして、オリンピックで、と言いましてもお店ですけれども、レモンの苗を買って、育てております。そうすると、アゲハチョウがやっていて、幼虫が葉っぱをすべて食べてしまったなんていうような話から、お父っつぁん、おっかさん、なんか心の病が、まあおなじみのお話ですけどね、みかんが食べたいという。みかん、番頭さんが買ってきてくれるのかい？今日は土用の丑の日だよ。夏場ですから、みかんは手に入りません。なんとかして産卵するというような話ですけどね。行ってまいります、行ってまいります。探してまいります。夏だってことをてっきり忘れちまった。みかんなんてあるわけはないですね。みかん問屋はそういった人のためにのれんをかけさせてもらっております。というので探してみると一つだけございました。お金は取れないって言うんですが、頼まれてきた手前、お金を取ってくれ。それでは一つ千両、安いと思いますか？若旦那入りますよ。旦那様が買ってくれました。千両ですよ。これを食べりゃ元気になりますからね。おいしいね。100両。甘いよ。200両。番頭さん、一つはお父っつぁん、一つはおっかさん、一つは番頭さんに。と番頭さんが3つの房を持って、ここに奉公に上がって年季がけてもらえる金が30両。よくて50両。今、みかんが300両。番頭、みかん3袋を持っていなくなってしまいました。16時10分まで。このネタは、たい平さんがね、悩んでましてね。長年勤めた番頭さんが、房を持っていなくなってしまう。これからどうなるんだろう。まあ、こういうお家で。今回は、じっくり。やられてましたね。手を差し出すと、消毒の液が出てくる。前を見ると、カメラが、体温を差し出したカメラがあるんですね。それがありまして、今日のお題、ね、太刀根作平さん、三味線漫談安住さん、多賀谷太平さん、中入って千両みかん太平さん、お囃子が、天下太平ではおなじみ、恩田絵里さん。自動ディスペンサー、手のひらを近づけると消毒液が出てまいります。天下太平新聞。まさかこんなことになるなんて誰が想像していたでしょうか。梅雨までには収束すると思っていたものが今も出口の前、ない迷路に入ったままです。中略。今味わえる幸せをここにいる皆さんと共に作り上げていきましょう。みんなが集まって笑える幸せをかみしめましょう。令和2年8月10日、林家たい平、などなど書いてありました。今日のチケット。100回目。まあ、ちょうど前の数回が、なしのカウントっていうことですけどね。まあ、100回のお祝いの回でした。
中島治横浜にぎわい座を描く。2020年8月10日。天下太平。100回目。